竜王は俺たちが倒してきたネットナビやダークロイドのデータを回収し、アステロイドとして復活させた。竜王の使者スラーはそのアステロイドを人間に与えるのが役目だ。アステロイド1号はビーストマンか。コントロールされた動物たちがバッチョン襲撃している。その時科学省のディメンショナルジェネレーターがついに完成した。行くぞロックマン。新型ペットでクロスフュージョンだ。次回ロックマンエグゼストリーム、アステロイドの脅威、君も僕らと一緒にクロスフュージョン。